それは、はい、なんかお知らせしたいことがあるということで、うん、はい、はい、お願いします、どちら様かちょっと伺っても、城内静と申します、はい、空友出てね、うん、あの去年ね田中裕さんの講演会を刈谷でね、うん、企画したんだよね、はい、うん、でその時の縁でね、あの恵子ちゃんとも、うん、と出会えて、そう、真夏ともね、あ、そうね、そうだったわね、うん、そうだったわね、そうだったね、はい、うん、あの刈谷で動いてます、うん、で今回告知したいものは、うん、はい、はい、ですね、今度はもう愛知のお母さんたちとみんなで集まって、やっぱり今話題になっている瓦礫の広域処理と、やはりこれからずっと向き合っていかなければならない、あの内部被曝ということについて、あの講演会を企画しましたので、あのぜひ皆さんに来ていただきたいと思って、あの今日参りました。ぜひぜひいらっしゃいませね。瓦礫のことはね、うん、前回の間延びで話したのよ。あ、そう、うん、そう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 、もうざっくり言うと、うん、じゃあ何、瓦礫は何が一番問題だと思うの？何が問題、うん、何が問題、やっぱりなんだろう、うん、こうやっぱり安全性、うん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 、それとやっぱし利権、うんうんうん、その2つかしら、うんうんうん、やっぱし本当にその国家予算を使ってね、そこまでやる必要があるかって問題もあるし、うんうん、放射能だけじゃなくて、やっぱり津波見てて分かるように、うん、アスベストとか PCB とか、うんうん、もう今まで燃やしちゃいけなくて分別管理してたものも混ざってるようなものを、うんうん、こう全国に広げて、うんうん、その何の国家予算を使って何のやっぱし必要性があるかってことを、やっぱその池田先生もお話ししてくださるし、でなかなかそういうことがね、やっぱしあの支援っていうことで、あのなかなかこう見えなくなっている本当のことが、うん、だからどこまでその安全性も保障されてるかってこともやっぱしなかなか見えないし、やっぱりそういうことをよく知って見える方をねお呼びして、うん、あのそれでもやっぱしみんなでこの問題を考えていこうよってことで、やっぱし安易に進めてはいけないなってことで、うん、なかなかこう、うん、あの個人的には学べないことも専門家の方が来てくれると、あの教えてもらえるので、ぜひあの来ていただきたい、うん、知っていただきたいことが満載だと思うので、で私たちも、前回の間延び放送局でちょっとですけど、瓦礫問題どうなんだっていうのをね少しお話しして、やっぱりそのどうしてもその瓦礫を受け入れないっていうと、じゃあ福島を見捨てるのかとか、その人道的なねところで、あのもうみんなでこの問題は分け合わなきゃいけないんじゃないかというような声も聞くんだけど、果たしてそうなのかっていうのを立ち止まって考えた方がいいんじゃないかということを少しお話ししましたが、この講演会が、もう一回言いますと、5月12日、刈谷市産業振興センターって刈谷駅からすぐのところですね、刈谷って言ってもそんなね遠くなくって、名古屋の金山駅から、電車で15分で、まあ、もう駅から直結みたいなところなので、うん、ぜひちょっとこの問題について深く知っておきたいという方は、お越しください、うん、各公演700円の、参加協力券で、うん、見ていただけると当日参加だと900円、うん、はい、そうです、託児あり、要お申し込み、うん、託児もあります、はい、うん、私がねすごい嫌なのはさ、うん、今産地を選んで買うことができるじゃん、うん、まだ、うんうんうん、でも瓦礫が、うん、あの全国に拡散して、うん、もしあのみんな放射能汚染されちゃったらさ、うん、もう産地で選べないよね、うんうんうん、そうなんで、うん、あの海外から見ると、うん、なんていうかしら、うん、日本人が思ってるよりもっと広い汚染があるっていう印象があって、うんうんうん、これをまさに広域処理していくと、もっとその風評実害が広がって、やっぱしあのそういうなんていうのも世界的な問題もあるし、うんうん、日本の経済がね揺らぐってこともあると思うし、そうですね、うん、ですね、うん、でやっぱりこの内部被曝ってことでね、そういうあの今恵子ちゃんが言ったことで、このことやっぱしあの本当なかなか放射能のことって、まあ、なんてこなかったから、やっぱ市民レベルであの学んでいかないと、こうやっぱし余計な被曝をしちゃうっていうか、うんうん、しずちゃんでもすごいよね、うん、チェルノブイリハートの上映会したりさ、うん、講演会企画したりさ、うん、やるわね、あなた何ももう無我夢中というか、もうそのインスピレーションピッピッと動いてる感じなので、別に前からそういう社会的な活動してたとかじゃないんですよね、うんうん、してないね、だ環境のことは興味あって、はい、まあ、いろんなことあの何情報を得たりして個人的にはやってきたけれども、うん、やっぱりそれを社会的に発信するってことはしてこなくて、うん、でもやっぱりもうね、うん、あのしていかなきゃいけないっていうことをやっぱり教えてもらったというか、3.11の震災で、うんうん、
それやっぱりみんな集まってるお母さんたちも同じ思いでやってると思うので、うんうん、ぜひ本当総結集して今回企画してるので、うんうん、そう 3.11 はすごい本当にね大変だったんだけど、うん、3.11 がなかったらこの3人も会ってなかったわけですね。そうなのよね。それすごいね。だからまあ本当に伝えたいことが伝わるとか、うん、そのいろんな物事をね考えられるという土壌ができてきてると思う、うんうん、ああそうね、はい、だからね、なんかこうその運動とか例えばデモとか集会みたいなものっていうと、うん、どうしてもなんかそういう運動をやってた自分たちとは違う世界みたいな感じがまだねする方もあると思うんですが、もうこうして問題意識を持って本当に普通の市民の方がね動いてるんだということもぜひご理解というか見ていただけたらなと思います。しかもさ、なんかさすごい過激派扱いとかされちゃってたじゃん、今までって。でもこういうことしてる人たちってすごい温和だし優しいし素敵な人が本当、素敵な出会いがいっぱいだよね。少し人類愛じゃなく人間愛が深い人が伝えたいことっていうのが、やっぱりこれからやっぱりこう被爆してしまった人たち子どもたちにこう影響が出てくると思うんですけど、それやっぱりチェルノブイリやあと広島長崎に、ね、起こったように隠されていくと思うんですよね。でやっぱりそのことをみんなでこう注目して、やっぱりその人たちが孤独にならないように支えていきたいと思っているのがとても願ってるんですけど、で今回ね一緒に企画している仲間でもやっぱり関東や高専領地域から避難しているお母さんたちご家族あるんですけど、そのうち5家族の方5つの家族の方があるんですけど、そのうち4つの家族の子どもたちの甲状腺に異常があるってことが分かりましたので、でこれって、ね、なかなか公にしてもらえないんですよね、一般的なマスコミで、タブーなんですよね。だからやっぱりでもこれをご本人が、ね、公開するとやっぱり子どもに対して偏見も生まれるし、だからなかなか公のとこには、ね、出てこないし、それはやっぱり利用して隠されていくと思うので、ぜひ、ね、そういう人たちを支援していく形で皆さんで、ね、支えていきたいなと思って、よろしくお願いしますというか、具体的にどうやって支援していくの。そうだね、やっぱし、なんだよ、こういう、なんだろう、一般的なマスコミ流れていることの本当のことをやっぱし知っていくような機会を作っていきたい、そこからやはり見えてくるし、そういう場所にやっぱしそうやって声を上げたい、上げたくても上げれない人の声をそういうことを機会にして伝えていけたらとか考えてますけど、あとやっぱしこういう講演、この講演会も全て福島、未来の福島子ども基金に寄付するので、そういう財政的な支援の場も広げていきたいなと思ってます。しずちゃんがさ、イベント企画すると全部さ、収益は寄付だね。寄付ね、すごいね。経費はちょっとあれですけど、あんまりは手弁当でね、全部すごい時間かけてね、本当にもう素敵、素敵。でも本当に、みんなでねつながってって、盛り上げていきたいなと思ってます、はい、ありがとうございました、はい、名古屋からも行きやすい刈谷ですので、でこの日は、はい、IWJ で中継も予定しております。どっち行くの。多分私が中継担当になるでしょう。あ、そう、はい、IWJ 愛知からの中継も予定されております、はい、言い残しもないですか。